おはようございます。チェックアウトしてとりあえず次のホテルに移動します。結局夜行かなかったんですけど、このインスタントヌードル屋さん、すごいポストイットの数です。なんかいっぱいインスタントラーメンがあります。入ってみます。このマシンで先の会計するの、すごいね。それでこのマシンで作るみたいです。特にね、トッピングのあれとかありますね。なんかね、ラーメンわざわざ外でインスタント作るのちょっと不思議な感じもしますけど、まあでもきっと流行ってるんでしょうね。なんかいっぱいいろんな人来てるから。どうですか、だいたいラーメン一つ500円ぐらいからなんですけど、どうなんですかね。500円、まあまあ高いような気もするんですけど。韓国の古い街並みと、多分ホテルですかね、ちょっと新しいビルがある感じが、昔の新宿っぽくて懐かしいです。この辺り多国籍な新大久保に似ていて、あのハラル料理とかね、いろんな国の料理があります。これもなんか向こうのパンですよね。こちらも同じような文字が書かれています。ここね、本当に韓国なんだけど新大久保っぽい感じがします。あの温泉マークとかなんだろう。ここね、本当にいろんな人種の人がいるエリアです。隣のね、ウズベキスタン料理も気になるんですけど、ちょっとなるちゃんが食べたいタッカンマルを食べに行きます。もうね、何も注文する前に鍋が来ました。このメニューこれしかないんですよね。全部入ってるよパターンだと思います。作ってくれました。だんだん煮立ってきました。すごい美味しそう。全部平らげました。美味しかった？あ、自分はすごい好きだったよ。好きだった。あの鶏皮がプルプルで、鶏の出汁がすごい効いてて美味しかった、うん、じゃあよかった。鶏皮苦手な人はちょっとね、あれかもしれない。出汁は美味しく出てたんだけど、うん、これ鶏皮食えないから。そうだね、身だけ食べてるとね、サラダチキンをずっと食べてる感じになって。あの茹でた鶏皮が好きな人はすごい好きだと思う。うん、そうだね。俺はあっちの方が好きだわ。サムゲタンだっけ。ああ、うんうん、うん、の方が好きかな。こちらにサウナもありますね。赤すりもね、一回やってみたいとは思うんですけど、なかなかまだ行けてないです。ホテル到着しました。今日もね、相鉄ホテルで、この間と違うトンデモンの方の相鉄ホテルです。
みんな待ってるかな。こちらにもワウパスのマシンあります。受付の方も日本語バッチリで安心してチェックインできます。本日の部屋はこちらです。広い、すごい広い。そしてベッドはね、今日はねちょっと安いプランにしたんで、ダブルベッド、ダブルじゃない、キングベッドです。なんでまあちょっと大きい人でも2人でゆっくり寝れると思います。そしてこのねちょっと和な感じの木を使っているところとかいいですね。こんな感じです。外もねこうやって見れるのがいいですね。じゃあ、ね、今日はこちらに一泊しようと思います。本当はねイテウォンのホテルを撮りたかったし、撮れる感じで一部屋空いてたんですよ、ハミルトンホテルが駅前の。でも迷ってるうちに埋まっちゃって、そう本当はイテウォンね行きたかったんですけど、とりあえずまたトンデモンのあたりで一泊します。今夜の10時半なんですけど、ちょっとイテウォンをブラッとしに行こうと思います。これ全然動いてないです。みんな若い人ばっかで、自分が一番今年上じゃないかって気がします。そう、このホテルをね撮ろうとして撮れなかったんですよ。むっちゃにぎやかです。11年ぶりのイテウォンです。こっちに、ね、新しくできたゲイのクラブがあるみたいなんですけど、まあ、前までだけ行ってみます。ありました、ゴールドって読むのかな。ここはなんか発展場とクラブが混ざってるところで、なんか上裸で入るみたいです。なんか扉閉まってるんでベルを押したら5秒後に開くらしいんですけど、なんか、まあ、多分男かどうか見てるんだと思うんですよ。どうしよう、おっさんだったら開けてくれなかったらどうしよう。あとこっちにいたところにクラブ、特にゲーム系のが集まってるんで、ちょっとそっち行ってみます。めっちゃ若いですね。ここもなんかこっち向けですかね。この坂をちょっと上がって左入ると5軒ぐらいこっち向けのクラブやバーが集まってます。ゴミすごいな。確かね、このボトムズアップもそうだった気がします。で、この通りがジムあるよ、かっこいい。こっちの人がいっぱい来るあたりです。坂がやっぱ若い子向けだな。ここもそうですね、こちらの一角です。今日ね週末なんだけど人少ないですね。
てみようと思います。めっちゃ楽しかったです。かっこいい子いっぱいいました。まあまあ酔っ払いました。ちょっとね下に降りてイテウォンクラスのお店、今更なんですけどもう時間的に閉まってるんですけど、ちょっと前通ってみようと思います。あそこオカマクラブって書いてます。いや11年ぶりにイテウォン来ましたけどやっぱいいですね。なんかねちょっと昭和感があってそれがまたいいんですよ。あそこ店の外はみ出してむっちゃ人いますね。ここのクラブも大人気みたいです。もう深夜1時ですけどすごい人です。屋台美味しそうです。イテウォンクラスのお店こっちです。ちょっとね坂を上がっていきます。ここだ。上もありますね。お店はもうなんか閉まってるんですけど一応来てみました。週末のイテウォン堪能しました。夜食にマック買いに来ました。自分はねこれにしました。モッツァレラチーズのフライもあります。美味しそう。バックもワウパス行けました。むちゃ便利。なんか野球のコラボですかね。かわいいデザインです。ウーバータクシーで帰ってきました。昔はね普通の路上タクシーってちょっと交渉しないと乗れなかったりしたんですけど、ウーバーできてちょっと便利です。じゃあ今日はここまでで、おやすみなさい。ホテルにジムがあるんですけどちょっとだけ見てみます。すごい立派なジムがある。思った以上にすごい立派でした。韓国のマクドナルド、なんかこういう崩れないようにパッと枠にバーガー入れてくれてますね。でバーガーのタイトルがこの缶包みの